こんにちは、インケンです。こんにちは、バツイチです。今回は自作 PC を作っていきたいと思います。はい。自作 PC 十数年ぶりぐらいに組み立てます。はい、私も久しぶりです。まあ、なんで自作 PC 作るかっていうと、最近動画のエンコードをいつも MacBook Pro の13インチ結構な型落ちでやってたんで、かなりエンコードがすごい時間かかるんですね。そうですよね。なんで今回も自作 PC 作っちゃおうってことで、はい、まあまあのスペックのやつを作っていきたいと思います。はい、はい、ではパーツの紹介から。はい、まず CPU が Core i9 そうですね、9820X そうですねになります。で次メモリが16の4枚差しなんで64GB ですね。うん、はい、これはどこのだろう。これどこだ、 CFD だ。CFD のです。うん。はい。で、まずそのマザーボからいく。そうだね。はい。じゃあ次マザーボード。これは、アスロックの、まあ、この i9 が乗るやつです、うん、はい、まあ、一番安いやつかな。そうですね、あの LGA2066 が適合するやつの中で割とコスパいいやつ買いました。はい。で次ビデオボード、 GeForce の RTX2060 ですね。はい、はい、うちらはそんなゲームはしないんですが、うん、まあ、エンコードとあと機械学習系で使うようで、うん、まあ、割と値段もそこそこ安めのもの、うん、まあ、これ以上2080とかいろいろありますけどね、うん、ちょっと財布と相談してこれになりました。はい、はい、で、あとは、1 テラの SSD、はい、まあ、変換 3.5 に変換するやつで、電源が、クロート指向の 750W です。でこれが CPU クーラー、でかこれちょっとジョークでしょうぐらいな感じの大きさなんだけど忍者5これハマるのかなと思いますね。僕これ来た時もう、ね、冗談でしょうと思いました。あとでちょっと開封していきたいと思います。はい。でケースがちょっと見えるかな。まあ、いや普通のっていうか ATX ケースです。はい、ドスパラで販売してます。で今回このパーツマザーボー以外はドスパラで買ったのかな、うん、あとこの3点変換系変換ブラケット以外は全部ドスボイパラダイスで買ってます。マザーボードだけちょっと在庫切れだったんで、うん、Amazon で買いました。はい、あとは Windows 10のプロですね、うん、はい、はい、それでは組み立っていきたいと思います。はい、とりあえずケース開けますか。うん、開けましょう。はい、はい、こんな感じに。はい、これはまあネジかな。うん、あ、このステーとかが入ってますね。で、中身の説明すると、これがあれですね、USB とかですね、うん、オーディオとか。やっぱ前と比べ全然形状も変わってるし、とりあえずマザボ乗せますか。うん、そうだね、そうしようか、うん、マザボ乗せないとできないしね。一旦外すと、うん、開けますか。よいしょ、オープン。はい、ステーとかいろいろ入ってるんですが、あ、そうだ、今回ドスブイパラダイスで買ったんですけど、こんなパソコン組み立て
アドバイスみたいな説明書ついてるんですよね。これありがたいですね。まあ、これ全部のパーツに対応してるかわかんないけど、だいたいまあこんな感じでやっていけばっていうのが載ってるんで、これ見ていけば大丈夫かな。うん、はい。よいしょ。あんま冬の乾燥した時期とかだとね、バチとか行く可能性があるんでね。ね、怖いよね。私は静電気防止用のネックレスとかつけたりしてますけど。よいしょ。あ、こんな発泡スチロールみたいのでくるまれてる。また切っていきましょうか。しかもずっしり重たい。よいしょ。はい。あ、乗せる前に、はい、ここの裏のステーつけた方がいいんじゃない？あ、そうだね、確かに。これですね、はい、これこうかな。よいしょ、乗せていき、こんなもんですね。じゃあ仮止めしましょうか。はい。あ、これ説明書によるとまず CPU つけてメモリつけてその後マザーボーつけるって書いてあるね。まあそうだよね、うん、普通だってやりにくいもんね、この中に入ってると対応しづらいよね。いや、そうだけど。いや、俺このままいつもやってた。まあ、説明書通りにちょっとやっていきましょうかね。じゃあ CPU 取り付けていきますか。はい、はい、一番楽しい。あ、そう、一番楽しみだった。はい、CPU これです。じゃあこれ乗せていきましょう。ここにね、まずカバー取ろっか。どうやっとんの？こうか。最近のもうこうやっとりーの、あれ、これ以上上がらないの？うん。あ、そうなんだ。これがカバー。それカバー。あ、このカバーはこのままなんだ。うん。で、CPU は必ず向きがあるんでね。うん。乗せていきますね。この場合だとこうだよな。あ、最近の CPU ってこう針とかじゃないんだ。そうそう、変わったんだよね。そう、本当この見ての通り変わったんだよ、ね、でもこれだと入らないからこうか。あ、入った。はい、うん、逆向きだとこの出っ張りが入らないですね、うん、戻します。よいしょ。怖いわこれちょっと。なんで？なんかバキッとかいきそう。はい、冗談でしょみたいな空気。よいしょ。あ、ちゃんといろいろキットが入ってる。ドライバーまで入ってる。多分ね、普通のドライバーよりね、長さが必要だからだよ。あ、そういうこと？そういうこと。長いですね。これ開けてみればね、分かるよ、なんでそんなのが入ってるのか、理由が。これ作った人なの？これがグリス。はい。ちゃんと、あとはなんだろうね。もういろいろ入りすぎててよくわかんない。うん、あと予備ケーブルとかかな。説明書。はい。で、でか。ね、でかいね。なんだこれ。いやこれファンも2つついてます。換気扇並みじゃない？ちょっとそうだね、換気扇並みだね。いや、知らない間にこんなになってたのこんなわけないと冷えないってことなのかなそうじゃない 笑っちゃうね。まずはこれを取り付けるんだ。スペーサー取り付けました。次はこういうこと？あー、それでこれを使うのか。こういうことか。なるほどね。で、上のネジを止めます。
なるほどなるほど。確かにね、これケースつけてからやんない方がいいかもしれない。うん。じゃあカバー外します。これが干渉してんのか。まあそれつける前にカバー外しとかなきゃダメだったってことか。これが干渉しちゃうので先にカバー外します。このカバーは捨てちゃまずいらしいですね。ちゃんと取っとけよみたいな。あ、そうなの。なんか保証が効かないみたいなこと書いてあったような気がする。へー。はい、じゃあグリスを落とします。どんぐらいだろう。トスパーの説明書には米粒大って書いてあったけど、うん、ちょっとで大丈夫。グリスはこれは大きくはみ出さない程度、均一に塗るって書いてある。でもほんとちょっとで大丈夫。こんなもん。そんなもんで全然大丈夫。はみ出すかも。それでも面白い。え、ちょっと取る。いや大丈夫、取らなくていいけど。こんなもんかな。じゃあクーラー乗せていきましょう。よいしょ。このとりあえずシールを剥がし、ベロ。うん、はまってる。で、さっきのこれ。はい、どうでしょうかこれ。でかいね。でかい。これ先にメモリ載せといた方がいいんじゃない。この横にファンが乗るけど。そうだね、この横に。これ先にメモリ載せないとメモリがはまんなくなるね。先にメモリ載せよっか。それではメモリをつけていきたいと思います。まあ、ABCD、 A ライン、 B ライン、 CD があるのかな。で、それぞれの A1、C1、B1、C1、D1 につけていってくださいって書いてあります。うん、なんで、これで見ると、これが D1、うん、これが C1、これとこれかな、だからつけるの。で、こっちは A1、B1 か。うん、メモリにも向きがあるんでね。まあ、刺さる方刺さる方にしか刺さらないけど、うん、れこっちか、片側しか開かないんだ。うーん、なるほど。よいしょ。よいしょ。はい、メモリが取り付いたんで CPU のファンをつけていきましょうかね。はい、こんな感じでここに針金みたいなのをつけました。これをこれをどうはめるのか。こういうことか。こうやって引っ掛けるのか。はい、ファンがつきました。はい、なんで電源を
マザーボードにつけていきたいと思います。そうですね、マザーボードのこの上にくっついてるものですね、奥側で、はい、で CPU マザー、メモリついたん でこれでようやくマザーボードに載せればいいのか、ケースに入れますか。あ、ケース、そうそう、ケースに。そしたらマザーボードに載せて、マザーボードじゃないな、ケースに載せていきたいと思います。ステーをつけて、はまんないかもあ、なんとか、なんとかいけた、よいしょ、はまったんで仮止めしていきます。はい、ネジ止め OK。 はい、次はグラボ、うん、グラボ刺そっか。電源ユニット先に刺さしてこっから出す、グラボ出しちゃうと、うん、その方がいいかも。じゃあ先に電源ユニットを入れたいと思います。こちらが電源です。すげえ、ただで、このケース電源がこのここの中に入るみたいなんで逆側から入れなきゃいけないですね。これ使うのだけ刺す、全部刺す、使うのだけ刺しましょう。そしたらまずはこのメインケーブル、うん、メインケーブルですね。どっちだ、こっちか。そうだね、そっちだね。よいしょ、でこのたくさんある、うわー、あれこれ全部1本になってる、あ、開けては、でも親切にちゃんと用途が書いてある。確かにちゃんと書いてありますね、ハッピン CPU とか。これは PCI Express、うん、CPU はまず使うよね、うん、あ、てかさ、先にさ、こっちを刺してこれに後からつければよかったんじゃない。うん、確かにね、うん、一回抜くか、うん、こうやって自作は試行錯誤しながらやっていくんですね。よいしょ、はい、電源ケーブルがつきました。ここがメインケーブルと、あとここの奥にね、 CPU 用の電源、電源がすごいちょっと取り付けづらかったんですが、うん、つきました。そうですね、これだとね、ここが刺さらないからね、こっちを刺さなきゃダメ。あ、そうなのか、うん、ここ1個しかないか。確かに、刺し直しかな。刺し直しです。はい、電源ケーブルがつきました。これここがもう手入らないんで一回やっぱ外して、でこれつけてって感じです。 CPU がね、ちょっとでかすぎ、クーラーがでかすぎるんでね、うん、はい、じゃあこれを下から伸ばしてこう回していいのかな、
ケーブルつけたんで電源ケーブル、そしたらこのビデオボードをつけていきたいと思います。よいしょ。これが、まあ、ドライバーとかか、うん、はい、こんな感じです。結構これもでかいですね、うん、じゃあつけていきますか、うん、あ、その前に先にこれつけた方がいい。あ、そうだね、先につけちゃおうか。あ、でもこうつくのか、うん、あ、じゃあ別に後でもいいか。まず後ろのこれ外してつける形状のだと思う、多分形が。そこ外してもこれが邪魔なんじゃねって思うんだけど、まあまあ一旦外してみましょう。あ、はまった、うん、このタイプだね、やっぱり、うん、ケースの裏開けてはめないとダメなんだね。これ下からさ、風送るからさ、上のが冷えたかもね。うん、あ、じゃあやり直す。ちょっと位置を変えます。ここが開いちゃうの。それ外しちゃった間違えて外しちゃったからもうしょうがなくなった。ちょっといろいろ壁通しがいいパッド。でもステイは1個あるからね。1個しかないかな。ステイぐらいはね、ちょっと持ってたような気もするんだよね。まあそんなに高いもんじゃないんで、後で買ってちょっとつけましょうかね。こんな感じでね、下がね開いちゃいましたけど、後で埋めときたいと思います。もう何気にここも開いてるけどね、うん、よいしょ、はい、でこれ電源挿して、これも下に伸ばして、ケースが持ってる USB とかをマザーボードに挿しちゃった方がいいと思う。 USB、 うん、USB、これ、そう、このケースのこれをつけていきましょう、うん、はい、ケースから出ているこのスイッチ類のピンをマザーボードにつけていきたいと思います。はい、はい、全電源ケーブルとスイッチ系のピンが刺さりました。はい、大変だった。うん、そうだね。はい、次は後ろの電源をつけていきたいと思います。ハードディスクまだつけない？ハードディスクもね、こっちじゃない。あ、そっちか。ここでもいいけど、まあ、どっちでもつくっぽいですねはい、では電源つけていきたいと思います。はい、よいしょ、よいしょ、ここだね。うん、まずはつけてからのがいいよね。そうだね。こうなるのか。ファンが下だよね。うん、そうだね。よいしょ。CPU だけちょっと電源こっちから、こっちじゃなくてこっちから取りました。こんな重労働だと思わなかった。よいしょ、これか。なんか大丈夫でしょう。はい、着いた。うん、着いたね。大丈夫かな。あ、一応見てみよう。うわ、確かにね、結構張ってるね。張ってるな。よいしょ。
あんに当たらないように。ですね。はい、じゃああとは SSD、うん、SSD はまあここにもつけることはできるけど、このケースなんかここにつけられそうなんでね、ここにつけましょうか。はい、よいしょ。はい、 SSD の 1TB ですね、うん、SSD ずいぶん安くなりましたね本当に。こういうステイが標準だとついてないんで、今回自分もあれステイそういえばないと思って慌てて買ったんですよね。変換ベイだね。あれどうやってつけんだ、どうやってつけんだ、あ、裏か、こう、こうかな、こうだよね、うん、多分こうしかないよね、そう、うん、そうじゃないかなびっくりした。こんな感じでこの変換 3.5 インチの変換につけました。そしたらマザーボードに SATA のケーブルつけたいと思います。よいしょ、よいしょ、腰やられそうだわ。よいしょ。はい、じゃあこれにベイにはめて。 SATA って1本電源も兼ねてるんだっけ。いや兼ねてないよ、電源は電源で、電源ユニットから引かないとダメだね。これっす。よいしょ、よし、裏面はこれで OK。 カバーはめてみる。カバーはめてみよう。PC はね、後でまた、あ、やべえとかなるんで本締めしない方がいいかもしれない。うん、そうだね。よいしょ、よいしょ。はい、でこれが、あれこれはいいのか。うん、これファン、これはファンだからよくて見つかんないね。あ、これだったんじゃね、外しちゃったの。あ、ダメじゃん、サタじゃなかったんだこれを外しちゃったんだね、こういうことがあるから、ほら裏だからさ、裏サタつけてたんだっけって言ったじゃんおかしいなと思って、さっきサタは後でつけようって言ってたから腰がやられるわ、自業自得じゃんハードディスク、サタのところに刺さってるんだもん。サタかなとか。ハードディスクはサタだよ。ハードディスクがサタのところに刺さってて正しいよ。いや、あれはファンしか刺さってなかった。よいしょ。はい、これでケーブルをまとめたら完成ですかね、うん、ちょっと中身どうなってるかを見てみましょうかね。はい、中はこうなってます。結構カオスですね、まだケーブルちょっとまとめてないんで。こんな感じでここから全部下の電源に行ってます。で、こんな、まあ、とにかくこのこれがでかいよな。CPU クーラー。うん、CPU クーラー。CPU クーラーのこことあのケースのファンがなんか干渉しそうで、干渉っていうかこっちは多分排気なのに、こっち吸気みたいな。多分吸気だよね。そうだね。どうなるんでしょう。はい、こんな感じで組み上がりました。はい、それではモニターにつないだので電源入れていきましょうか。はい、はい、立ち上がって今電源入れただけの状態になりました、
で、コプレス F2 とか、なんか F1 コンティニューが出てますね。そうですね、CMOS の時間がセットされてないから、まずセットしないとですね。F2 をしましょうか。あ、出た。バイオスの画面。うん、バイオスだね、これ。あ、今でもメモリがちゃんと認識されてたね。うん、一応見てみる。そうしようか。うん、メイン、そうだね。コア i3.3GB。で、メモリが3、あれ ?32GB だっけ。うん、うん。あれ ?64 買ったよね。A1、B1 しか認識されてないね。あれそうだね。D が認識されてない。おかしいね。差し方が違ったのかな。はい、メモリを抜き差しして位置は変えてないんですが反応しました。よかった、まあ、もともと AB は自分が差して CD がバツイッちゃんが差してたんで差し方が甘かったんでしょうかね、うん、ちゃんとクワッドチャンネルになってる。ちゃんと気合い入れてメモリ差さないとこういうことになりますね確かに、はい、オーバークロックとかするんだったらこの辺いじる感じですかね。あとあれですね、マザーボードの LED の色とか変えられそう。あ、今このなんか青っぽく光って、まあ、チカチカしてるやつ、うん、緑っぽい青っぽいエメラルドグリーンっぽいやつ。そうですね、まあ、これからこのままでいいんじゃないかな。そうだね。あとあれですね、ハードウェアレイドもここで設定できそう、うん、ストレージコンフィギュレーション見てみましょうか。あ、刺さってますね。うん、刺さってますね。このサンディスク、これか。はい。うん、OK だね。OK ですかね。あの、Easy モードって押してみたら、F6 の。F6 押してみる？あ、Easy、時間なんかでかく出てるか変えられそうじゃない？うん、確かに。あ、変えられる。そう、6月2日の。マウス使えるかな。これ USB だから、USB じゃなくて Bluetooth じゃないの。あ、使えるマウス。あ、使えた。あ、だって飛ばし元 USB だもん。あ、もう挿してるんだ。今が16時だっけ、うん、すごい静かですね、これね、大きいのにね。 CPU の温度とかも今はまあ何も挿してないんで低いですね。うん、じゃあちょっとブートしていきましょうか。そうですね、なんかリスタートしてここから読み込んだみたいですね。 Windows のこのなんだろう、ロゴ出てますね。はい、これが出てきました。はい、じゃあ今すぐインストールします。ライセンスキー入れましょうか。ライセンスキー、よいしょ、はい、ライセンスキー入れ終わった後です。下か、はい、お、ここであれですね、パーティション切れますね。今回 Windows と Linux のデュアルブートにしたいんですが、うん、ここで切っちゃう、うん、Windows の方ね、動画編集するんでね、やっぱり若干必要なんですよね、うん、ね、500とかにしとく。あ、Windows が、これ Windows のサイズ？ Windows のサイズ。Windows のサイズは500以上欲しいわ。600?700ぐらい。700? これ700? Linux はそもそも何ぐらい欲しいの？ Linux 別にそんなにいらないかな。じゃあ800。800メガ。じゃあ800ギガ。OK。じゃあ次行こうか。はい、インストールしてます。これちょっと時間かかるかも。一回再起動かかってこの画面です。そうですね、はい、ここまで来ました。はい、キーボードレイアウトはマイクロソフト IME、うん、
キープ。ネットワーク。つなぐ今。Wi-Fi つなげないのかな。確かに今はスキップしよう。今つなぐと楽だよって言ってる。時間を節約するために今すぐつないだ方がいいですよみたいな。うん、あれこのマザーボード Wi-Fi 乗ってるのにこっからだと Wi-Fi の設定はできないんですかね。Wi-Fi でないとダメかもね。ああなるほどね。うん、まあいいんじゃないもう行っちゃって。はい、いいえ。この PC を使うのは誰ですか。名前。陰剣、はい、これローマ字じゃなきゃダメなのか。何でもいいのか。うーん、でもローマ字にしとこうかな。じゃあ陰剣。覚えやすいパスワード、うん、ちょっと。お、このセキュリティの質問、うん、これ絶対やらなきゃダメかな。コルタナってなんだっけ。なない、あのシリみたいなやつ。ああ、あのイルカみたいなやつ。ちょっと違う、ちょっとイルカがバージョンアップしたやつ。いらないわ。じゃあ超ヒルアクティビティ履歴。うん、これクロムのあれみたいなやつ。これもいらないかな。プライバシー設定。プライバシー設定。位置情報とか絶対いらない。いらないね。オンライン音声認識もいらないね。いらない。デバイスの検索。いらないね。診断データもいらないね。いらない。で、手書きもいらない。広告いらない。エクスペリエンス、まあ、全部いらないな。じゃあ、これで OK。うん、OK、うん。あ、まだ従うのかな。あ、これで全部かな。はい。はい。こんにちは。準備中かい。でもさ、この辺のフォント綺麗になったね、ね、随分。Windows 使うの自体すごい久々なんですよね。まあ前にちょっと何年か前に Surface Pro で8がちょびっとだけ使わせたことがあるんですが、うん、10は個人で使うのは初めてです。まあ個人じゃなくても初めてかな。あ、そうなんだ。チラッと触ったことがあるぐらい。私 Surface 10までアップデートしたよ。はい、これで入ったみたいですね。そうですね、入りましたね。まあ Windows 入ったんでこんな感じであとは設定していきたいと思います。はい。マザーボードに Wi-Fi モジュールが付いてなかったんで、この M2 スロットのやつを購入しました。これを、です。この、見えるかな？この M2 Wi-Fi ってところに挿したいと思います。一旦ビデオボード外してね。刺さりました、ここで。ネジ止めして、あとビデオボード戻して終わりですね。 Wi-Fi モジュールつけたんですが、アンテナがないと電波キャッチしないみたいなんで、アンテナを急遽買いました。で、あと後ろの開いちゃってるところを塞ぐカバー、これ取り付けたいと思います。このアンテナの先端、見えるかな、先端をですね、あの Wi-Fi モジュールのこの上2つポチッポチッってついてるところにつける感じですね。はい、こんな感じでつきました。これをはめていきます。はい、なんとかつきましたね。アンテナ線がちっちゃいんですごいつけづらかったです。で、線をビデオカードの下を通して後ろからこんな感じで出しています。このカバーはマザーボードに最初からくっついてたやつですけど、ちゃんとアンテナが出る穴がついてましたね。で、他負け
間違って開けちゃったところもちゃんと塞いで、これで完了です。それでは速度比較の方やっていきましょう。ベンチ測ってもいいんですが、分かりづらいんでそれだと、動画のエンコード比較をやっていきたいかなと思います。使うのはインスタ360スタジオのエンコードです。前回競馬の動画で使ったこの動画をエンコードしていきたいと思います。で、これはまず普段使ってる Mac の方ですね。 MacBook Pro 13のかな、スペックはちょっと後で出しておきます。で、まあ、もちろんハードウェアデコーダー、エンコーダーとかは入ってないんでチェック外しております。で、 Windows の方はここら辺全部チェックして測定したエンコードしています。はい、それじゃあ実際にやってみましょう。はい、じゃあこれはデフォルトで OK かな。で、今時間がまあ、ほぼ夜の11時なんで、ここからどれぐらいかかるか。はい、 95% まで来ました。やっぱり遅いですね、このパーセントが進むのもすごく遅く感じますね。はい、やっと終わりました。時間は20分、59分ぐらいからやったんで、まあ約20分ぐらいかかりましたね。はい、では次 Windows やっていきましょう。いや、めっちゃ早いですね、これもう見るからに違いますね。はい、終わりました。2分弱ぐらいですかね。で、大体10倍ぐらい違いますね。7分弱ぐらいの動画なんですが、まあ、これで2分弱、まあ、やっぱすごく速くなりましたね。こんな感じでやっとエンコードの速いパソコンを作ることができました。それでは、バイバイ。